本項目におけるヤンキーは日本国内において不良行為的な思考を持つ少年少女を指す俗語を指す。また、それらの少年少女に特有のファッション傾向や消費傾向などライフスタイル全般を含める場合もある。口伝えで広まった言葉のため語源とは関係なく曖昧な定義のまま使用されることが多く、非好少年、不良、チンピラ、 不良集団などを指すものとして、広範な意味で使用されている。ヤンキーとは、本来は、北部アメリカ人を意味する俗語であり、本項目で記述する日本語としての、ヤンキーもこれが語源である。南北戦争当時のアメリカ南部で、北軍兵士や北部諸州の人間を軽蔑した呼び方が、ヤンキーであり、ヤンキーの語源とも言われている、オランダ人のヤンという人名は、 キリスト教文化圏に広く浸透している、ヨハネから来ている。ヤンキーという語そのものは明治大正の時代から日本で使用されており、1904年発行の最新性格布跡公案内では、国際都市としてのハワイの一面を紹介するくだりで、黒人やプエルトリコ人、シナ人や日本人、朝鮮人と並び、ヤンキーの子供を小馬鹿にした表現で紹介している。また、 映画界では、ルドルフ・バレンチの主演の、血と砂について、ヤンキー意識な、アメリカ人の後期新日本人には何人だか見ていて、質とも深みと味わいのない映画との評論を、掲載している。ヤンキーと呼称されるスタイルは、若者の、周囲を威嚇するような強そうな格好をして、仲間から一目置かれたいという思考が現れたもので、ある。それぞれの時代によって流行があり、 明治以来の伝統的なモラトリアムファッションであるバンカラから1970年代に流行した突っ張りスタイル以降ヤンキー、ヒップホップヤンキー、ギャル男、アクラアクラ系など時代に応じて流行に変化が見られる。根本的なメンタリティ自体はそれほど変化していないが外見や消費傾向などの枝葉の部分は時代に連れて変化を続けている。 発生当初は管理教育などへの反抗を掲げ、校内暴力などの問題を起こしていたが、近年では、周りの命よりも仲間と過ごす、楽しいひとときを大切にし、そのためなら、暴力も厭わないという性質に特化している。バンカラとは、西洋風のみなりや、生活様式を指す、ハイカラをもじった用語である。明治期に、ハイカラに対するアンチテーゼとして、 そやや野蛮を主張するスタイルとして創出されたもの。バンからの典型的な様式としては平易波防がある。このファッションスタイルから少年漫画の影響により後に番長の意味に解釈されバンに対してバンを用いたバンからとされている場合もある。1970年代の不良少年は主に東京など関東地方で突っ張りと呼ばれた。不良少女はスケバンと呼ぶ。 ツっパりは、シンナーや覚醒剤の乱用事件や、喧嘩から発展した暴力事件を引き起こし、暴走族の流行とも交うして、特攻服などのツっパりファッションを生んだ。1980年にデビューしたロックバンド横浜銀梅は、このツっパりスタイルをコンセプトに活躍したグループである。セカンドシングルのツっパりハイスクールロックンロールは、 文字通り突っ張りをテーマとした曲であり、サードシングルのカットビロックンロールは暴走族をテーマに取り上げ、この前後の時期のスタイルを象徴している。1980年代中頃から1990年代初頭にかけて不良少年少女全般を指してヤンキーと呼んだ。なお、関西では1975年にはすでに、 ヤンキーと呼ばれており、1975年6月に発売された上田正樹と有山敦史によるアルバムぼちぼちいこかのカモンオバハンにおけるシカメっツラのヤンキーのアンちゃんとは不良少年を意味している。関西で使われていたヤンキーという故障は、1983年にカモンタツオがヤンキーの兄ちゃんの歌の自主制作版200枚を 全国の優先局へ配って放送したところ、全国的に広まり、その年の日本優先大賞と全日本優先放送大賞で新人賞を同時受賞し、定着した。当時のヤンキーの男性は、リーゼントヘア、制服では、短卵、長卵など標準とは異なる。竹の学生服や、土管、盆管ンンなどの幅の広いズボンを着込むとともに、ペチャンコに潰した学生カバンを持ち、 派手な色柄でオープンカラーのカッターシャツを好み、派手なヘップサンダルやつっかけもしくビーチサンダルやセッタなどを好んで履くのが特徴的である。ヤンキーの女性は1970年代のスケバン時代からの傾向ではあるが、制服、私服を問わずロングスカートを好み、特にタイトなプリーツスカート、ロンタイの流行が特徴的である。また、男性と同じくペチャンコに潰した。 学生カバンを持っていた。一般人から見ると得意なファッションセンスを持つため、ヤンキーかそうでないかは見た目で判断しやすい点が、後の年代のヤンキースタイルとの違いと言える。この時代の典型的なヤンキー像としては、1983年に連載が開始されたき、うち、和ズの漫画作品、B、バップハイスクールが挙げられる。これを原作として、 清水光二郎、中村徹の主演により1985年から1988年にかけて、計6作品の劇場公開映画が制作され、ヒットシリーズとなった。なお、B、バップハイスクールは2003年まで連載されており、1990年代にも再度映画化され、その続編が V シネマシリーズとなったほか、アニメ版も制作された。 2000年代に入ってからも、テレビドラマの特別番組が2004年2005年に制作されるなど、時代を超えるヒット作品となった。1986年に連載が始まった、ヤンキー劣風隊はタイトルに、ヤンキーとつく初めての漫画であり、暴走族がかっこいいというイメージが作られていった。ロックバンドの騎士団は1997年に結成され2000年にデビューしたバンドであるが、 ヤンキーの衣装、衣装を用いて、ヤンクロックを標榜している。後の年代には、この時代のスタイルを指して、古典的なヤンキーの意味合いから、クラシックヤンキーと呼ぶ場合がある。1990年代に入ると、トレンディーゴサンヤと呼ばれた、吉田栄作、加瀬大衆、小田裕二らファッションリーダーの登場により、ツーブロックカットのストレートヘア。 ストレートジーンズに白い T シャツやブレザーを合わせるなどの清潔感を意識したアメリカジファッションが流行し、アイドルが髪にパーマをかけなくなり、スリムジーンズが時代遅れになっていった。バブル崩壊から1990年代末にかけての流行の中で、ボンタン、ドカン、リーゼントなどのクラシックヤンキースタイルが完全に時代遅れとなった。 アメカジイコールシブカジの流行の中で、以前にはなかったスタイルの不良集団であるチーマーが出現している。いわゆるシブカジの中心はカレッジスタイルであったが、チーマーたちはネイティブ系やバイカー系、ミリタリー系、ワーク系などより男性的な雰囲気を持つスタイルにシフトしていき、それらのテイストを取り入れたストリートファッションも生み出された。カジュアルスタイルの不良では、 一般人とファッションで差別化するのが難しく、ヤンキーの自己顕示欲を満たすことができない。そのため、2000年代には、アメリカの低所得者層の不良指定のそれに似た、様式が日本に流入し、カラーギャングの流行ともこうして、いわゆるヒップホップ系ファッションをした、ヤンキー、ヒップホップヤンキーが誕生した。 カールカ内のジャージを着るのがヒップホップ系の愛好家たちの間で流行していたが2000年代に入るとより多くのヤンキーの間でガルフィーのジャージが流行したヒップホップヤンキーの典型的なスタイルはオーバーサイズのジャージやジーンズなどのボトムのウエストを股下までずり下げ着用する腰履きが主流であるまたこれをファッション誌などのメディアではビリと称する場合が 一般的であるが、その場合は、必ずしも、ヒップホップヤンキーのことを指す表現ではない。ただし2010年前後の時点では、着用の際の工夫を凝らさずともあらかじめ腰履きに、見える手軽さと履きやすさが特徴である、ヒップホップジーンズなどが流通している。かつて、クラシックヤンキーが好んで履いた、ボンタンとの類似点が指摘されている。ただ、このスタイルは、一見して、 ヤンキー的メンタリティを持ち合わせていないと思われる若者の間にも広く受け入れられ、外見的にはヤンキー、ヒップホップ愛好者、そのどちらでもない一般人の区別が曖昧で困難になった。1999年には雑誌メンズウェックが創刊され、派手なルックスを強調したギャル男が登場。不良の中でもこのスタイルに変化するものが現れた。ギャル男は 従来のヤンキーと違い中性的、女性的なファッションやライフスタイルをしていることが特徴で、2000年代後半からはカウンターカルチャー性をオミットしホストの文脈を取り入れたオニー系と呼ばれるスタイルが登場した。また、オニー系にサイケデリックの要素を取り入れたデリッカーと呼ばれるスタイルも登場した。アクラアクラとは雑誌エックによる造語である。アクラアクラスタイルは、 ギャル男の影響もあるが、黒を基調にメタリックゴールドのロゴを入れたセットアップのジャージやタンクトップなど、デザインはワボリやトライバル、オールドスクールなどの達風など、より力強さや不良っぽさを感じさせ周囲の人たちを威圧するスタイルを特徴とする。このようなファッションは、いわゆる地価格闘技の選手たちとそれを支持するヤンキーたちが愛用している。また、 アクラアクラ系ファッションの女性のことを、ネイギャルと呼ぶ。マンジとは、マジマンジという流行語から来た造語である。アクラアクラスタイルと比べて、周囲の人たちを威圧する要素は薄く、ストリート系のトップスにスキニージーンズと、赤や、蛍光色のハイカットスニーカーなど、ヤンキーとしての力強さを誇示しながらカジュアルな、パリピ生活を志行している。エグザイルや三代目 J ソールブラザーズなど、 LDHK グループのアーティストのファッションと共通点を持ち、また、マン字系のヤンキーは、インスタグラムなど、ソーシャルネットワーキングサービスでの自己発信も好む。マン字の入っている、不良漫画として、東京リベンジャーズが話題となった。TikTok 内にて、メランド X ハウケンの楽曲、チャーノブル2017に合わせて踊る動画が、バズったことから、ヤリラフ、イい系とも称される。 2010年代後半から、ホスト業界がメンヘラや原宿発の闇系文化の影響を受けたことから、ビジュアル系の衣装や、パンクファッションに身を包む若い男性や、量産系、地雷系と呼ばれる服装の若い女性が、新宿歌舞伎町の東方シネマズ横などで遊ぶようになり、このような若者集団は男女を合わせて、東横界隈、東横キッズと呼ばれるようになった。 社会のためよりも自分自身や自分が属する小集団の価値観や利益を優先する傾向があると言われている。アメリカから日本も含む世界に広まった1960年代の対抗文化運動のような大きな理想は持たない。自分の価値観がすべてであり、個人のプライド、見栄、対抗心、色欲など原始的な感情を重視する主観的で閉鎖的な面がある。 ドナルド・トランプ前大統領や黒人のギャングスタ・ラッパーなどにもヤンキー的な特徴が見られる。1990年代以降の傾向としては国産高級車、主にフルサイズセダンが好まれる。ボディカラーは黒色や紫色など暗い色が好まれる傾向にある。ヤンキーに好まれる車種は俗にヤン社の車、ヤンキー車の略と呼ばれることがあり、車種や 改造の手法などに VIP カーとの共通性が見られる。日本のヤンキー文化を表現する歌手として、キャロル、横浜銀馬へ、ボーイ・騎士団などが代表的である。しかし、その原点はやはりエルビス・プレスリーであろう。戦後間もない冷戦の最中、まだ社会は保守的だった時代に、きらびやかなポンパドールとダックテールの髪型に、性的すぎる腰振りダンスなど、 社会規範に対する若者の反抗の象徴となった。これ以降、ロックミュージックはヤンキー文化とは切り離せない要素となった。こうして奇抜な髪型、ファッションと言動は反抗する若者のステータスシンボルとなった。たたすたたす、ありがとうございます。